こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は、カウントベーシーのヤゴッタトライハーダー、これ定番曲なのでイントロからちょっとテンポが変わるところまでを今回はやってみたいと思います。最初の部分はですね、3小節目のウッパッパバッパなんですね。このウッタッタッタって決めるとすれば、2拍目をスネアで決めるとすれば、手前に、クラッシュとバスドラ、これを置いてあげてというふうに考えますね。で、このタッタダッタをウッタッタダッタ、2拍目をクラッシュにしたかったら反対のスネアを入れてのどっちかの決めになります。で、このドラマは、頭をクラッシュで取ったのでターゲットの音がクラッシュになるんですね。ってことは、このクラッシュを引き伸ばしていくのに4裏から1、2、3、4という風にやりたいと、要は手前に引き伸ばしていきたいと。そしたら、カウントの頭は、頭から裏から入るとみんなが勘違いしがちなので、ワンツースリーフォーという風なフレーズになってます。で、ここの2小節目のスネアを分割して、という風にしてますが、そしたら全部分割して、というのもありだとは思いますが、まあちょっとみんなが見失いがちかな。なんか1回ぐらいでやっとけばいいかなということです。ってことは、2小節だったら、これ例えばやりにくかったらカウントを1小節にして、みたいな始めるとやりやすいかもしれないです。ただ、もうそれだとみんな原曲聴いてるんで、原曲の感じで、あんまり変えない感じで、まあもうちょっと簡単にやると、っていうのをまあ僕なりに作ってみました。まあでも1段目はこのまま元曲でやってもいいかもしれないですね。そうすると2段目は、このね、四分音符書いてありますが、原曲のやつは、ここはまあスイングしろっていう意味ですね。というのが2段目になってますが、これややこしいですね、決め的には。で、ここフィルインの、で、この4裏に向かって3から、こういうフレーズ、すごくよくマックスローチも使うんですが、っていうのはよく使えますね。で、ここから2連鎖にしてるという形なんですが、これかなり難しいので、僕は、まあ、普通にサウンドさせやすいフレーズとしては、ちょっと作ってみました。ね。こっちの方が、まあ、定番だし、すごくシンプルなので、たー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 とと、これで、まあ、4ぐらい。で、3段目ですね。たー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 、これもちょっとややこしい。で、ただは、で合わせてもいいと思うんですが、僕これ好きなのが、ただで一緒に動いちゃうと、シンコペーションするので、シンコ感がなくなるので、ただ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 、というフレーズを作ってみました。同じフレーズですね。4裏がダンダン、タダバダバダ、タン、タン、ツッタン、タンっていうフレーズ。ここは同じ、できる限り原曲の形をとってあるけど、もうちょっとシンプルで、初心者でも、まあ、中高生でも十分叩きやすいように作ってみました。この方が結構サウンドしやすいと思います。で、ここ、まあ、かっこいいんですよ。原曲の方はね。だから原曲の方もとっておきましたが、4段目が、トゥドンっていうの。トゥドンはシンコペーションで。っていうところですね。ここも、ややこしい。タドンっていうのはかっこいいんです。かっこいいですが、やっぱわかりやすく、シブにしてあげて、タン、
歌うということですね。5段目、うっかーかーかーですが、ここは、ワン、ツー、スリー、フォー。というふうに2回のフレーズをこういうふうにフィルインで埋めてますが、まあ分かりにくいので、頭から。このタタタタタタは、3連をフィルインに移動しても全然構わないと思いますが、イージーバージョン作ってみましたね。6段目ね、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのが原曲なんですが、これもまあ面白いですが、まあ基本的にはタトトトね、これで一回切って、で同じ長さだけど4こう裏に着地。でここベースがペダルに行ってるので、定番の裏打ちの方がサウンドするんですね。の方がやりやすいと思います。中高生もねすごくよくやるので、こういう風に単純パターンを書いておきましたね。でテンポが上がったところは元々は。になってますが、これもちょっと手順的にはややこしいので、まあ、同じ感じで、というふうにやればかなり簡単になるんではないかなということで、サウンドさせやすいパターンですね。シンコペーションするために大事な全打音、僕のセクションマニュアルでこの理論は全部書いてあるので、とりあえず今回はここまでなんですが、このようにやっぱシンプルにした方が分かりやすくて、すごくこうバンドがまとまりやすい。で、原曲の形を壊さずに音を取り払って、できる限りこう忠実にこうシンコペーションの大事な音にこう書き換えてみました。こういう風にすることによって、やっぱバンドは簡単になるし、これ元曲のやつを無理にやるとかなりこれややこしいことやってるので、バンドが崩壊しがちなんですね。なので、ここら辺は、どちらの僕の EG バージョンと、原曲コピーバージョンを、作っておきましたので、これメルマガの登録の方はダウンロードできるようにしておきましたので、ぜひメルマガ登録していただけたらと思います。ここから続きは何回かに分けて、このハーダーを全部やっていきたいと思いますが、セクションの部分だけね、特化してやりたいと思います。では次回お楽しみにしてください。本日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。